ペナントナンバー L03 を船体に描いた第二次世界大戦当時のイギリス駆逐艦光作。軍隊リーダーを示す幅の狭い帯を第一煙突に描いている。ペナントナンバーナンバーとも言う。ペナントナンバーという名称はそもそも艦艇に所属長官隊や艦視を表すペナントが与えられたことから来ている。例えばイギリス海軍では赤い三角機が水雷艇を h が水雷低駆逐感を表していた。これらのペナントに数字を加えることで各感を特定することができた。それゆえペナントナンバーは文字と数字の組み合わせになっている。数字の前に置かれる文字をフラックスーペリア、数字の後に置かれる文字をフラックインフェリオという。ただし全地フラックのないペナントナンバーもある。アメリカの動詞の体系については、 アメリカ合衆国の船体分類記号を参照。この体系は第一次世界大戦前に同一または類似する名前の感染を識別し、また通信文の分量を減らして安全性を増すため、そして同系艦が相互に認識するのを補助するために採用された。伝統的にペナントナンバーの番号と全地フラッグまたは高地フラッグの間には、 が置かれていたが、この慣例は徐々に廃れ、両対戦艦のおよそ1924年以降の写真には、船体のペナントナンバーにはピリオドが見られなく、なってきている。この体系は、大英帝国内を通じて使用されたため、艦船がある海軍から別の海軍に移籍しても、ペナントナンバーが変わることはなかった。ペナントナンバーは、当初、個々の海軍基地ごとに割り当てられ、 根拠地を変えると、新しい番号が割り当てられていた。海軍本部はこの状況に対処し、艦船の種類ごとに識別フラッグで分類して、1910年に最初の海軍ペナントリストを編纂した。加えて、第2および第3の艦隊の艦船には、どの海軍補給所で要因配置されたか示す2番目の全地フラッグを付与した。C は、チャタム、D は、 デボンポート、N はノア、そして P はポーツマスを意味した。駆逐艦にはまず H という全地フラッグが割り当てられたが、これには H00 から H99 までの100通りの組み合わせしかなかったので、さらに G と D も割り当てられた。船が沈没すると、そのペナントナンバーは新しい船に再利用された。各艦種の全地フラッグはしばしば変更されたが、 数値は同じものがそのまま使われた。例えば、1940年にイギリス海軍は I と D を交換した。また、1948年には K、L と U がすべて F となった。この時、番号が重複する場合は、番号の先頭に2を付加した。潜水艦は1970年代に、船体 A のペナントナンバーの表示を中止した。 それは原子力推進化によって水上で航行する機会が極めて少なくなってきたことによるものである。フリゲートランカスターにははじめ会232という符号が与えられたが座礁した船に関するイギリス海軍公式報告の書式番号が232であることがわかり水兵が嫌ったため直ちに会229に変更された。 全地フラッグのないペナントナンバー主力艦、航空母艦、巡洋艦のペナントナンバーには、全地フラッグがつかない。また、ペナントナンバー13は割り当てられていない。全地フラッグペナントナンバー13は、全地フラッグの後には割り当てられていない。J と K については、該当する船の数が多いため3桁の数字が用いられる。高知フラッグ高知フラッグは、 潜水艦に適用された。H と L のイギリス潜水艦及びイギリスに移管された若干のアメリカ潜水艦には名前が付けられず記号番号で呼ばれた。この場合、ペナントナンバーは単純にその記号番号の逆とされた。戦前の写真では船体にはペナントナンバーがそのまま描かれているが、戦時中の写真は高知フラッグがあたかも全地フラッグであるかのように、 統治して描かれる傾向があることを示している。コーチフラッグの U は味方の船とナチスドイツの U ボートを混同しないようにという明白な理由から使われず同様の理由で V も使用されなかった。コーチフラッグの場合は例0から10、13、そして下1桁が0の番号は割り当てられなかった。第二次世界大戦後の1948年、イギリス海軍は 全地フラッグが船の基本タイプを示すように、ペナントナンバーシステムを合理化した。F と A は2桁、または3桁の数字と組み合わされ、L と P は4桁まで増やされた。番号13は相変わらず使われなかったの次は、アルビオンである。K は各種の特殊用途の船に使用された。例えば K07 は潜水作業支援艦チャレンジャー、K08 は路方店である。 1925年以降、共同駆逐艦にはペナントナンバーが船体に描かれず、その代わり、第一煙突の先端が4フィートの幅で帯状に塗られることとなった。駆逐隊司令駆逐艦にはペナントナンバーが描かれ、かつ、第一煙突の先端から3フィートの位置に2フィート幅の帯が塗られた。帯の色は地中海艦隊の場合は黒。 大西洋艦隊、後の本国艦隊の場合は、白だった。駆逐艦船隊は、識別のための帯を後部煙突に描いていた。1925年以降の帯の種類は、以下の通りである。1939年に一本煙突の j 級駆逐艦が登場し、また、駆逐艦船隊の数が増えてきたため、このシステムも変更された。一本煙突の艦の場合、 識別隊は共同駆逐艦では、煙突の先端が3フィートの幅で塗られ、駆逐隊司令駆逐艦は、同色の2フィート幅の帯が塗られた。戦隊識別の帯の上端は、先端から6フィート下とされた。共同駆逐艦の帯の色は、本国艦隊が白、地中海艦隊が赤だった。駆逐艦戦隊の識別隊は、以下のようになった。対戦に突入して間もなく、 船に迷彩が施されたことと戦闘による損失のために帯による識別は行われなくなり、また、作戦上の必要と新しい艦の建造により、駆逐艦船,船体の艦型の禁止性は失われた。艦船は必要なところに利用可能なものが配備されるようになり、しばしば手術の艦種、例えばスループ、コルベット、フリゲートや護衛空母などと混成の護衛グループが編成された。 五衛グループには煙突の帯による識別を行ったものもあったが、多くは B7 グループの例のように煙突に文字を描いた。第二次世界大戦後にはもはや帯による識別は行われなくなり、煙突には大きな鋳造金属の番号が装着されるようになった。しかし、共同駆逐艦の煙突先端の太い帯の表示は継続して行われた。海上港市中の空母アークロイヤル。 艦尾にデッキコードの R が書かれている航空母艦及び航空機を運用している軍艦は航空機が着艦する際の船体識別ために飛行艦板にデッキコードを描いておりそれは航空機の接近コースから見やすい位置にあるイギリス海軍では航空母艦及び航空機を運用する大型艦には1文字より小型の艦には2文字を用いるアメリカ海軍では 艦隊規模も大きいため、ペナントナンバーに対応する船隊識別符号は数字の部分を使用している。イギリス軍艦で使用されているデッキコードは例えば以下のようなものである。ペナントナンバー海735を付けたフランス海軍のフリゲート、ジェルミナルヨーロッパのナト o 加盟国の一部とカナダを除くイギリス連邦諸国の海軍はイギリス海軍のペナントナンバーに類似したシステムを 導入することに同意した。このシステムは、それらの海軍や後から加わった他の海軍にすべてのペナントナンバーに重複がないことを保証する。アメリカ合衆国は前日のように、NATO システムには参加せず、アメリカ海軍は独自の戦隊識別符号を用いている。カナダ海軍や海上自衛隊もアメリカ海軍に習った戦隊識別符号を用いている。 参加した各国には、以下のように範囲を区切った番号が割り当てられる。NATO のペナントナンバーシステムには、タグボートやクレーン船、浮きドック等に使用する Y の頭文字の符号が追加された。サイ、ミリタリー、ネーバル FAQ, パート B, ゼネラルターミノロジーデフィニションスハット、ACP113 コールサインブックフォーシップス、NATO、ピアニッシモ。も、 199から229、2008年7月2日、閲覧。ありがとうございます。